コンクールは特定のテーマを指定して参加者を募り、作品の出来栄えや技能、演技などの優劣を競う催し、競技会、競演会、英語系の表現へ、コンテストコンテストと、ほぼ同義。テーマを決めて、参加者の技能や作品の優劣などを競う競技会、競演会を指すフランス語表現。ジャンルは様々。例えば芸術分野における、 音楽作品の優劣、演奏の優劣、絵画作品、映画作品、弁論の優劣を競うコンクールもある。建築設計、都市デザインなどの優れた、地区、施設など等を対象にしたものもあるし、ワインやチーズのコンクールも開催されており、つまり、様々な分野で様々なコンクールが開催されており、限定は特にはない。参加者は、例えば作家、画家、演奏家、 作曲家、ダンサー、振付師、建築家、写真家、ワイン醸造家、チーズ製造者等々や、その若手、学生等々等々となる。小さなコンクールは、至るところで開催されており、さして有名ではない、特定地域のものもある。有名どころでは、アマチュアの最高峰を決する大会、プロの登竜門などとして、全国レベルや世界レベルで行われるものもある。 コンクールはフランス語であるが、コンクールの性格によっては英訳される際に、コンペティションもしくは、コンテストとされるものもある。また、コンクールの一種とも言える、文学賞については、日本では、芥川賞、直木賞などをはじめとして様々な賞があり、学術の分野においては、ノーベル賞などが、世界的にも知られているが、これらについては、それぞれの項目に詳しい。なお、フランス語で、 自動車の品評会のことをコンクール D エレガンスと言い,い、英語や日本語では単純に翻訳され使われている。明らかに自動車の話をしているときはコンクールと呼ばれる。音楽コンクール国際音楽コンクール世界連盟に加盟しているコンクールを中心に挙げる。クラシック音楽のコンクールはクラシック音楽の音楽コンクール一覧参照。日本音楽コンクールただ他。 ありがとうございます。